んばんは。OK。 うわ、テロップ出てない、最悪最悪。みんなおめぐさんの TikTok 見てくれた？コメント長すぎますって言われた。何やって、できた。シャチさんお疲れ、ありがとう。あ、見てきたよ。だってすごい、私なんか TikTok っぽい顔してたでしょ。ちゃんとちゃんとちゃんと TikTok っぽい顔してたでしょ。ご飯結局食べてない。あ、もっちー、きのこありがとう、お疲れ。ミッキーもきのこありがとうあ、見てきた。だってかずひろさんハートいっぱいありがとう。 TikTok 側は TikTok 側してたと言われると見るしかないわね。いや、すごいよかったよすごい、あれ一発撮りで、ちょっと間違えてる。 C と C でハートになんないといけない。こっちは上げてきてたんだけど、こっちが失敗してました。難しい、難しかった。 TikTok って難しいなってなった。なるほど。あ、ミッキーキノコありがとう、やちゃんも花束ありがとう。そう、パソコン中なんです、嫌になっちゃいます。あ、ミッキーハートもありがとう、マーボーさんもキノコありがとうね。かわいい、かわいかったでしょ。あ、もっちー街灯ありがとう。あ、チーズちゃん、ウケる？ウケる？ありがとう。そうそう、村山動物園の時に、村山動物園の時に、撮りました。開園前に。開園前に。撮りました。とろーって。地球お父さん、ファイト、ありがとう。リオちゃん、かわいい、ありがとう。タンタンもハート、ありがとう。
熱い。あ、浦山動物園オンデマ見なきゃだって。ぜひ絶対絶対見てください。そう、あの日はとってもとっても可愛かったので。私はこの配信が終わったらコンビニに行くんだ。あ、見たいの溜まっていく一方だから期限までに見切りたいところ。え、本当にそれね。いや、でも多分みんなが最優先して見ないといけないのは多分私のあれかも。セレクトのやつだって10日だよね。10日できっと終わっちゃうから。え、そうなんですよ。あ、社交辞令さんリスクレット。ありがとう。そう、8個ぐらいセレクトしました。まあ、昔のやつとかは全部見てくれたら嬉しいけど、まだ生誕祭のスピーチとかはもうせめて、見てくれたら、まあ、1時間とかもあったら多分全部見れると思います。あ、そう、セレクトのやつ、生誕パートだけ連続で見ただって。どうだった？1年1年成長してました。まあ、ぴったり1年ではないけど。
笑ったなんだこいつ。こっちもさ電池なくてさ、いやパソコンも電池がなくて、ピエンピエンピエン。教授ハートありがとう。あ、いけたやつもいけなかったやつもその時の自分の状況も思い出して懐かしくなった。公園ね。え、ポーチさん、キノコありがとう。ありがとうございます。あ 今、最初の修行中の自己紹介で止まってる。やばい、4曲しか進んでいない。4曲しか進んでいない。頑張ってね。あれ、早送りとかできないか？ 2倍速とか、まあでも曲2倍速とかは、あれだよね。生誕パート。2倍速とかね、できたらいいよね。あれ、オンデマって倍速機能ないんだっけ？なんか、あったらね、こうサクサクと見れそうだけど。かずやさん、レインボースター、ありがとうございます。あ、黒髪ショートも可愛かったけど、今綺麗なお姉さんになれました。キラキラキラ。おもろ。お仕事の休憩中寝ずに見ます。だって、でもやばい。だってあともう木金土日4日間だ。4日間しかないよ。みんな寝ながら聞き流してもろて 聞き流してもろて。あ、サマーグッズ買ったし、生誕グッズも買ったけど、卒業コン当たらなかった。あー、ごめんね。あれ、どうしたらいいんだろう。チケットセンターのさ、推し登録みたいな、推し登録何日みたいなやつあるじゃん。だからもう、あれって、あれ、アカウントってさ、何個も持てるんだっけ？なんか、あれ、お金いります？一人いくらみたいな。 あ、やった。ドラさんイベントも初めて見れて、クイズとロドス、さい、よかった。すごい、私37日も連続で配信してる。偉いな。結構偉いよ。おもろ。
そうじゃん、まだ何諦めてんだ、まだ一般枠が残ってるぞ。何諦めてんだ、まだ一般が残ってるだろ。アテさんハートありがとう。柱の回より映像倉庫がメインで当たるから月1000円でアカウント増やしてる人いる。だってあ、映像倉庫ん、卒業公演当選して勢いでお昼公演の一般申し込んで当落待ちです。いいねいいね、それあ、ごきげんよう。推しメン登録、きょんちゃんなどどうしたらいいんだ。だって推しメン登録は、推しメン登録はでもきっとさ、まあ、長ければ長いほどいいじゃないですか。だからもう推しメン、もうこの子をじゃあ卒業まで見送ろうってさ思う子がいるんだったらさ、もういち早くさ、え、推しメンってそんなすぐ変えれるのか、変えれないのか、うん、分からない。私その辺のチケットセンター、チケットセンターと柱の会って言ったら別だよね。あれ一緒ですか。いち早く推しメンは多分期間が長い方が良さそうな気は。あ、すぐ変えられるんだって。あ、すぐ変えられるんだ。じゃあもうなんか気になる、もうこの子の卒業公演とか絶対入りたいみたいな、生誕も入りたいみたいな子が見つかったら、もうその子に、その子にするべきだきっと。あ、いいね、ハータンにするよ。だってめっちゃいいじゃん、めちゃ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 いいじゃん。あ、ひでちゃんお手紙、お手紙ありがとう。あ、メールもどうしよう。だって確かにね、メール、あ、一枠余りますよみたいなこと。メールか、メールでもまあ気になる子を取ったらいいんじゃない。でもそんなあれだけど、そのもう AKB はみたいな人はもういいかもだけど。おもろ。すごい、なんかいい、いい動画。何回言ってんの、なんか何回言ってんのって。ノブさん、キノコありがとう、ハートもありがとうございます。
あ、人数、ああ、なるほどね。人数のあれもあるからみたいなことね。あ、もう推しメンが減る一方で困ったもんよ。ああ、なるほどね。確かにね。推しメンって、じゃあ推しメン増やそうとかなったら、え、むずいね。推しメン増やそうってなったらどうしたらいい？推しメン増やそうって、推しメン見つけよう。でもさ、推しメンってそんなさ、推しメン作ろうと思ってさ、劇場とかさ、でもさ、多分本当になんかたまたま本当になんかタイミングとかさ、そういうのがあってだよね。むずいよね。そう考えるとさ、推しメンって確かに通ってるメンバーのも徐々に 徐々に 徐々に、え、9月10日で4人も推しがいなくなる。だって この短期間で 4人もいなくなる。やばい、激ヤバ。ああ、はいはい。あ、いいかもぐらいだったら割といるけど、あ、お話し会で推し増しとかしない限りもう増えない。だって、ああ、なるほどね。確かにね。だって私の、あったあった。あ、分かったわ。あ、いいメンバーたくさんいるけど、推しってなると違うな。あー、そうだよな。え、だからすごいよね、推しってさ。すごいよね。だってさ、劇場でさ、パフォーマンス見てさ、いいなって思うメンバーとかさ、顔が可愛いなって思うメンバー、お話し会で通うメンバー、推し、全部多分違ったりするじゃん。あ、この子は、まあ、何、劇場で見る担当のアイドルちゃんで、みたいな。この子は、お話し会で、まあ、楽しく話せる担当で、で、推し、この子は推しで、みたいな。全部違うじゃんね。あ、昔ほど研究生公演にホイホイ見に行けないし、ああ、確かにね、回数も少ないしね。え、本当に研究生公演結構少ないよね。前座もあんまないし。全部多田さんです。だって、好き 好き、ありがとう。あ、ショールーム担当ね。いや、ほんと、え、そうだよね。大変だな、私だったら。推しか、推しむずいよね。推しメンってどうやって、あ、その人目当てでは行かないけど、劇場公演にいてくれたら嬉しいみたいなメンバーはいる。だって。ああ、なるほどね。それ私じゃね？私じゃねっていうか、わかんない。他の、じゃ、例えばチーム4のメンバー好きだけど、私じゃねすごい、なんか自信過剰みたいな感じだけど、チーム4の公演行くけど、あ、多田ちゃんいたらちょっと嬉しいかもみたいな。まあ、そう思ってくれてる人がいたら嬉しいで。え、今日の僕対多田ちゃんいるやん、みたいな。
あ、やだ、バッテリー残量低下って言われた。もう笑った。すごい、なんかマスク、あ、マスクじゃない、絶対マイクみたいな反応しているな。ハムちゃんファイト、ありがとう。ハートもありがとう。ヒデちゃん結婚してありがとう。あ、チーム4公演はゆいりちゃんときょうかちゃんって言ったら申し込みますって。嬉しい、ありがとう、ありがとうございます。一般の当落っていつ出ます？でも前日はないよね多分。でも今日出ないってことは、今日出ないっていうか明日じゃないか、きっと明日のような気がする。今どうしたらいいん、推しメンか。でもそうだなぁ、パフォーマンス、お話し会とか行きたいなみたいな感じだったら、在宅かどうかにもよるよね。多分在宅だったらさ、そのほんとツイッターが好きとかさ、ショールームが好きとか、そういうのでいいんだろうけど、公園行きたいとかさ、お話し会参加したいとかなったら、またさらにちょっとあれが増えるよね、要素というか。全然戻ってこんな。いや、違うな、これ。
今だったらさ、今だったらさっていうか、あ、綿町さんファイトありがとう、善次郎さんも該当ありがとう、やっぱやっぱあ、推し作らないで3年ぶりに劇場行ったら京花ちゃん推しになった、あら運命かも、運命かもしれない。ピッピッすごいなんか、はい、あ、全部好きだったら推しメン、あ確かにね、あ早くて今日の夜中に出るだって一般、え、そんな変なタイミングで、そんな変なタイミングで出るのか。ハムちゃんキノコありがとう、リオちゃんも花束ありがとう、え、そうなんかさ登録ってさあれなんだね、あんま時間決まってないんだね、決まってないんだねっていうか、なんか早く来るのもあるし遅く来る日もあるみたいな、なんか多分私のさあの1回目のその卒業公演のさ当落さ、なんか連絡来るの遅かったんだよねきっと。そのメンバー発表とかはさ、メンバー発表とかはさ毎日同じ夕方じゃん、16時にさブログと一緒に、ブログと一緒にブログで発表されるけどさね、そうなんかまちまちなんだよねメール届くのって、びっくりしちゃったわ。あ、さっきから何回も見てるだってドキドキ、明日の朝に見て、まあ、そこでまだ発表されてなかったらまた明日の夜に見たらいいんじゃない、わからないけどむしろどんなシステムにしたら時間まちまちにできるのか教えてほしいだって吉田さんも忙しいんだきっと、クジさんもきっと忙しいんだよ。あ確かにね、今回優先的に当選する人がいたから、あ確かにね確かにね、スタッフさんが残業して選んでるのかと思うと泣けるぜだって確かにそう、私のあれが振り替えがあるからね、いろいろ普段とは勝手が違ったりして、え、じゃあ私がさ、え、じゃあちょっと待って、一旦普通に考えて考えてみて、推しメンをじゃあどう決めるか、でも今もうすごい先入観みたいな、先入観っていうか、いやでもさ若手の子っていうか入りたての子をさ応援した方が楽しいのかしら、だってさもう歴長いドラさんでもさもう5年半じゃないですか、だからドラさん推すってなってもな、分かんないよね、分かんないねっていうか、電池何パー、あ 40% になった、まあ頑張ってもらって、ちょっとパソコンが死にかけているので、どうしたらいいのかな、誰推し面か、私だったらどうしようかな、でも私多分、私がじゃあ今推し面探すとかな、推し面決めようってなったら、多分どうだろう、選抜メンバーとかはいかないような気がするな、なんか選抜に選ばれてない子とかの方が私は魅力的に感じてしまうかも、別になんか選抜メンバーさんも好きなんだけど、あのすごい今めっちゃ語弊のある言い方したね語弊のすっごい語弊のある言い方したな、私、え、多分そのなんか、わかんない、自分がそうだって、あ違うな、どういう子好きになるのかな、あ結局、あでもそうだよね、推しと仲良かったメンバーよく見かけるからその辺になるよね、いやそうだよね、そうよね、スタートダッシュ決めたくて入りたての子押すのもいいけど、本当の推しに出会うのをもう少し時間かけるべきなのかな、そうなんかそういうなんかさ、でも入りたての子でスタ
ントダッシュ決める人ってなんか新しい子入るたんびになんか言ってる気がするな。だから本当になんか、いやそれはそれで全然いいんだけどさ、難しい。だから入って、まあ、1年経ったぐらいがいいんじゃない？どう？どう？とか言って。私はどんなメンバーが好きかな。え、なんかだ、なんだろう、今からだったら、だって選抜入ってる子は、え、応援する必要ないかなとか思っちゃう。いや、あるんだけど、あるんだけど、でも、まあ、選抜メンバーを推してる方が、まあ、楽しそうとか、何、推しが今日テレビに出るからとかさ、イベントいっぱいあってとか、え、リリーベ行こっかなみたいなさ、まあ、まあ、好き、まあでも好みだよね。笑った。笑った。
そうか。笑った。おもろいな。あ、ミスター社交辞令さん、レインボースターありがとう。ハブちゃんもきなこありがとう。わさびロザハートありがとう。あー、クマもありがとう。ひろべさんもレインボースターありがとう。いや、そうだよね。推しってなかなか、推しってなかなか、あー、歴が長い方、ファンの方も歴が長そうで、ちょっと気が、あー、でも、あー、ちょっと待って、そのさ、あれがあるよね。あれがあるよねっていうか、あれが、応援したいっていう気持ちの強さを推しメン決める要素として大きいかも。ね、そうだよね。そうだよね。マロタ、非選抜のオタクから選抜のオタクに推し変した友達ガチ楽しそうだっただって。マロタ、その人はそっちの方が、合ってたんだね。え、でもそのさ、推し面決めてもさ、その界隈と合うかみたいな、まあ、別に仲良くする仲良く、そのファンの人たちとさ仲良くする仲良くしないとかさ、でもまあ空気感とかもね、確かに、うわー、そこ関わってくるのしんどいよね、ちょっとね。メンバーは好きだけどみたいな。
笑った。笑ったこれ。笑ったこれ。あ、いっぱい笑ってて楽しそう。ちょっとこれ面白い。ハムちゃん、キノコありがとう。ノブさんもレインモンスターありがとう。あ、カイくんレインモンスターありがとう。あ、劇場やオンデマで見て気になったら押す感じ。でもそうだよね、なんか劇場でさ見て気になってで SNS も見てみてみたいなのが多い気がするわ。これか。笑った。笑った。どう？いかが？これで何分分になったのかしら？あ、でもこんだけで済むのか。いや、あ、ちょっと待って。あ、え、うん？あれ、これさっき使ったやつだっけ。あ、使ったやつだ、最悪。
これをちょっとだけこちらに、あれ、ああれ、おかしいな、おかしいぞ。いけ、あ、できた、やった。そんな大したことしてないんだけど、あ、ラリルリロッキーさんがハートとバラくれた。カズヤさんもバラありがとう。ヒロベさんもレイボスターありがとうございます。ありがとうめっちゃ笑ってる、かわいいです。いっぱいいっぱい笑ってる。パソコンが熱いです。え、これさ、飛んだよね。結構飛んでいるわ。だってこれは違うじゃん。はにゃ。67となんか間にある気がするな。これでしょ、これだ、いけ、1号だ。鬼だな、ちょっと。うわー、嫌になっちゃう。マジ？やってらんないわね。これを回転させたい。あー、くしゃみ出そう。無理。180度回転、いけ、あ、ナイス。後でアイス買いに行こうかな。あれが美味しい、小枝のアイスが美味しいんだぜ。マデさん、ペンライトありがとう。あ、16人公演のセリアリ鉄菜新鮮だって。鉄菜って何の曲でセリアが出ました？
全体曲あれロマンスロケットとかってセリアリだったっけ、ロマンスロケットセリアリだった気がしてきた。手伝って、さっきアイス食べたっていいな、リオちゃん花束ありがとう。ちなみに昨日俺かき氷食べた卒業までにあともう一回、もう一回ぐらい行きたいけどな。でもロマロケとあれチャイラブ、チャイラブじゃないわ、ウィンブルドンもさ、ユニットで結構競り動いてたイメージあるけど、あ、ウィンブルドン動いてるわ。ウィンブルドンはその人がいないところが上がるっていう。いいよね、手伝って本当にいい公園。そう、小枝のね、そのお札みたいなやつが美味しいんだよね。マロタ、さっき帰ったのに、セット、オッケえ、私さ、マジでさ、ソイくん、ビスありがとう。ワイ結構偉くない？卒業発表してから結構偉いよな。結構頑張ってるくない？私、卒業発表してから。そう、あ、そうとか言ってさそう、いつも以上にえら、みんな優しい。待って、めっちゃ LINE 来てるな、やだ怖い。ちょっと待って、何、あー、そういうこと、このタイミングで、このタイミングで、どういうこと。私は何をしようと思ったかっていうと、何を、明日明後日で終わりか、そうそう、あ、そう、いや違う、で卒業公演で、そう、なんかみんなさ、最後スピーチあるじゃないですか、なんかファンの皆さんにメッセージをみたいなやつあるじゃん。あれも何を喋るかちょっとまとめないといけない。え、まず大丈夫かな私。
そうだ、私やんないといけないことをそう紙に書いノートに書いてまとめないと本当に忘れちゃうなと思って、でもノートがない、今本当にこの辺もう整理してなくてさ、物がマジで溢れ、あったミッキーファイト、ありがとう。1時間ぐらい喋っていいよ。だってファンのみんなにもなんか喋ってほしいな、なんかどうですかみたいな、どうみたいな、どんな感じとか言って、あで、そうハンカチ持っていきます。え、本当頼むよみんな、みんな、で私は普通に多分泣くからっていうか、え、多分私って結構泣けちゃう人なんですよね、っていうか私泣けちゃう人なんですよ結構。普通にあの空気を読んで泣ける人、空気を読んでっていうか、でも普通に多分歓喜を待って泣くと思う。やだピエンピエン、歌えなかったらみんな歌って、みんな私が歌えなかったら歌ってくれ。見て、あ待ってボタン押しちゃった。カービィの三色ボールペンだ、かわいいだろう。そしてちいかわのこれはシャーペンだ、かわいいだろう。どっちもファンの人がくれた、ありがとう。あとなんとなくだけど、このなんかミニオンの3色のこの蛍光ペンもなんかファンの人がくれたような気がする。気のせいかな。だって私のここの何筆記用具セットアクスタ入れてるんですけど、自分のなんでって感じなんだけど、アクスタ入れてるんだけど、ほぼちょっともらい、いただき物だわ、ありがとうございます。みんなのおかげで生きています。待って、で私が何をしないといけないかっていうと、クラゾキさんレインボースターありがとう。自分のアクスタ、そうもらったからね。卒業公演、私は何を語るんだろうか。ちょっと待って、あ9点ね、9点書くなよここに。欲しいものも今ちょっといっぱいありまして、欲しいものっていうか、そう買わないといけないのがいっぱいあるんだよ。他に私はメモを書いたはず、あこれだ、あそう、洗濯機も回したいんだった。ひでちゃんハートありがとう、ありがとう。9点一生ない、そう9点大事、一
生悩んでます。善次郎さんキノコありがとう。デシャもハートいっぱいありがとう。メガネケースも買わないといけない。いやそんな気、そんなあれだけど、シェーディング買った、買いました。間違えた方かな。メガネケース、え、なんかメガネケースってさ、あんま売ってなくない？普通にさ、アマゾンとかでさ、なんか可愛いさ、なんかスヌーピーの可愛いのとかさ、あったりするじゃん。え、そういうので買った方がいいなみたいな。メガネ屋さん、そもそもさ、そのなんかメガネ買った人しかもらえなかったりするしさ、なんかメガネケースあんま売ってない、売ってないよね。売ってなくない？売ってなくないっていう感じ。あと私何をやらないと、何をやらないといけないですか？これをやらないと卒業ができないっていう。ね、そう、メガネケースってさ、あんまりだよね。あんまりでね、っていうかさ、せっかくメガネ買ったのにさ、せっかくブルーライトカットメガネ買ったのに全然使ってないっていうこんなに編集してるのに全然使ってないんだ。